最近な、あれ聞くの好きやねん。なんや、ハマってる音楽でもあるんか。ちゃうちゃう、あれや。人間の悲鳴や。また悪趣味なもんにはまってんやな。いや、普段やられるだけの虫が人間を驚かすんやがな。おー、それは確かに気持ちええかもな。せやろ。だからちょっと人間を驚かす練習したいから、お前人間の役や,やってくれや。えー、でもお前ミツバチや。 蜜蜂にそんなことできるんかいな。任せとけ。シチュエーションは満員電車や。お、虫が本領発揮できるシチュエーションやないか。カタンコトン、カタンコトン。お姉ちゃん、今何色のパンツ履いてんのキャーいや、虫ちゃうんかい。ただの変体のおっさんやないかい。虫の設定で驚かすな、練習にならんやろ。第三者が生み出す悲鳴も。 これまた一挙。気持ち悪い趣味してるなぁ。人間で驚かせてくるのやめて。ほな、次のシチュエーションは、ジェットコースターや。おお。ガッチャン、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 ガチャン。コン。キューって待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 て。<laughs> シチュエーションに頼りすぎやろ。ほんで俺の乗り突っ込みにも頼りすぎや。あお、これから虫が出てくるんやないか。ああ、そうなん ほな、もう一回やるで。ガッチャン、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 ガッチャン。キュー誰だえぇ、ー、キュー,誰ーチュン誰つん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 やめてーカチャカチャカチャカチューいやーえ、お邪魔虫。いや、結局人やないかい。もうええわ。